ニーハオ、モハイ日光富士。こんにちは、日光富士です。鬼怒川温泉龍王峡に来ています。実は海外のお客様から、龍王峡の動画を作ってほしいというリクエストをいただいて、今日は紅葉の見ごろを迎える龍王峡を実際に歩いてご紹介したいと思います。では早速モーディーチャオラ。はい、こちらがハイキングコースの起点となる五龍王神社です。この神社の後ろにはにじみの滝という滝があって、その名の通り日が差すと常に虹が見えるそうです。ここからですね、上流の白岩までハイキングコースを歩きたいと思います。はい、じゃあこれからですね、ハイキングコースの方に入りたいと思います。はい、こちらがにじみ橋です。にじみの滝が見られる橋として、あと絶景のポイントですね、紅葉ポイントです。まだちょっと紅葉早いですけれども、ここからの眺めは最高です。はい、見えますかね、向こうに橋が見えます。ムササビ橋という橋です。あそこまで、川沿いにハイキングコースがあります。そちらを上流に向かって上がっていきたいと思います。実はですね、紅葉というと奥日光のイメージが強いんですが、今日光市というのはとても面積が広いんですね。全国でも3番目の市町村だそうです。ですので日光市内、紅葉が見られる絶景ポイントはたくさんあります。龍王峡もその中の一つです。はい、にじみ橋の対岸に渡ると、ちょっとね、散策路らしい雰囲気になってきました。この辺も周りはこういう感じですね。いやー、ここが紅葉したら綺麗でしょうね。いやー、綺麗ですね。また奥日光のあたりとちょっと風景がやっぱり違いますよね。いやー、綺麗だ。龍王峡は先ほどスタートしたにじみの滝から上流に向かって、3つの区画に分かれていると言われています。風景によっての呼び名が違うんですね。下流の方が白龍峡、そして中盤が青龍峡、そして上流が紫龍峡と言われています。白、青、紫の名前がついています。これは周囲の岩盤や川底の岩の色ですね、こちらから名前が違うと言われています。今歩いているのは白龍峡ですね。名前の通り風景見渡すと白いですよね。
この龍王峡は、大昔海底火山の噴火によって火山灰が堆積したところを鬼怒川の水の流れで削られてできたと言われています。周囲もですね、本当に切り立ったような岩が多いですね。はい、橋が見えてきましたね。意外と近かったです。こちらムササビ橋ですね。ここも絶景ですね。すごいですね。はい、こちらがムササビ橋です。意外とね、周囲がもうかなり紅葉してますね。これ紅葉のピーク時はもう絶景ですね。すごい綺麗だと思います。はい、橋のたもとにですね、ムササビ茶屋さんというお茶屋さんがあります。休憩できますね。はい、こちらが、龍王峡の散策路の地図になります。今現在地ですね。ここですね。ここにいます。でこの後ちょっと上流まで足を伸ばして、この白岩ですね、こちらまで行ってみたいと思います。はい、ムササビ茶屋さんを少し登ったところに公衆トイレがあります。必要な方こちらでご利用になってください。ムササビ茶屋さんから再び川沿いに散策路を上がります。渓谷沿いの散策路ってやっぱり雰囲気いいですよね。はい、こちらが大観といって、ビューポイントですね。ちょっと触ってみたいと思います。結構上流紅葉しています。いや綺麗ですね。こちらちょっとベンチなども置いてあって、休憩できます。ちょっと失敗しましたね。おにぎり持ってくればよかったですね。本当にここは眺めがいいです。紅葉のピークシーズンはもう絶景ポイントですね。はい、ムササビ橋を過ぎたあたりから石がですね、ちょっと青みがかった石になります。このあたりが清流峡と言われている部分ですね。この岩は緑色凝灰岩という岩で、凝灰岩というと大谷石ですね。以前あの地下採掘場跡を動画作りましたが、その大谷石と同じような成分だそうです。この辺り確かにちょっとね、雰囲気が青っぽい景色になりましたね。はい、ちょっと珍しいものを見つけました。正面見えますか。ぽっかりとね、こうトンネルのように穴が開いている岩が見えます。こちら五光岩という岩です。あの大きな岩がですね、火山灰からできた岩なんですが、堆積した成分が不均等なために一部だけ水に浸食されて早く削られて、ああいうような形になったそうですね。はい、ちょっとね、珍しい現象を見つけました。デコボコした、岩壁なんですが、柱状節理と言われている現象だそうです。マグマが地表に一気に噴き出した後に急激に冷やされて急にしぼむと隙間ができるんですね。そして、縦割れを起こした後柱状に
なった現象だそうです。華厳の滝の右側の側壁にも同じ現象が見られます。はい、あそこのですね、岩がちょっと飛び出ているところがうさぎ羽と書いてトハネと言われるポイントだそうです。ここはですね、とっても岩幅が狭いのでうさぎでも飛び跳ねて渡れるということから名前が付けられているそうです。幅跳びね、4メートルいける自信がある方はチャレンジしてみてください。私は無理です。はい、トハネを過ぎてこの辺りから、いよいよ紫のエリアですね、支流峡、竜王峡の最上部に入ります。この辺りは、岩の間にですね、亀穴と呼ばれる穴がポコポコ開いているのが見られるそうですね。確かに穴開いてますね。これが、浸食の具合が違うせいなのか、均等にえぐれているわけじゃなくて所々がえぐれているっていうようなことですね。確かにこの辺り、支流峡と言われるだけあって先ほどの緑がかった色から、そうですね、確かにちょっと紫色っぽい岩肌になってますね。面白いですね。こちら、鬼怒川の上流に向かって今歩いてますからね、標高も当然こちらの方が少し高いと思うんですが、やはりこの上流の方が結構紅葉しているような気がします。いやー綺麗だ。あ、結構紅葉しますね。いやー綺麗だ綺麗だ。正面見えますかね。はい、綺麗だ。はい、今日はですね、白岩半島というところを、目指していきたいと思います。もう少しですね。いや綺麗ですね。この辺りも結構紅葉しています。あー綺麗ですね。この辺りのモミジはまだ緑色のもの残ってますね。それがだんだん黄色や赤になって、グラデーションがとっても綺麗です。これからどんどんね、色変わってきますね。いやー楽しみですね。はい、今日の目的地白岩半島に着きました。ちょっと出島のようにねぽっこりしていることから、白岩半島という名前だそうです。この辺りですね、見えますかね。いやー紅葉綺麗です。はい、ムササビ橋まで戻ってきました。帰りは北方向とは逆の対岸を歩きたいと思います。
はい、にじみ橋に帰ってきました。ぐるっと一周ですね。こんにちは。はい、いかがだったでしょう。今日は、これから紅葉のピークを迎える竜王峡をにじみ橋から白岩まで、実際に歩いてみました。今日の行程、だいたいゆっくり歩いて2時間ちょっとぐらいでした。非常に整備されていて歩きやすい遊歩道でした。ただ、足元岩が随分ゴロゴロしているところもありますので、ぜひサンダルとかヒールの靴ではなくてハイキングシューズなどをご用意されるといいかと思います。あとこのハイキングコースの中ですね、コンビニとか自販機ありませんので、飲み物食べ物ご持参いただけるといいかと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。日光を水して結構という中で、また次の動画でお会いしましょう。シェイシェイ、再見。